はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もファイナルファンタジー15、チャプター15おまけパート、やっていきます。前回は地獄を見た。地獄を見て、ちょっと途中でちょっと、マイクが切れちゃったのはちょっと本当申し訳ない。だけど、前回のダンジョンね、あそこ3時間ぐらいかけて、地下行ったからね、本当もう、マイクが切れた後も、これ無限ループなんじゃないかって思いながら、黙々とプレイし続けて、30分ぐらいで終わるかなと思ったらね、もうね、3時間かかっちゃうし。ってなわけで、今回も多分そんくらいかかるということを覚悟で来ております。クラストゥルムに眠る脅威。このダンジョンはね、この封鎖線、インソムニアの、まあこの検問所だ、検問所の下に実はあるダンジョンなんだけど、で、まあ前回ね、そういう、まあひど、あの、あれだ、トンベリとか出てきたり、ほんとね、鬼畜モンスターばっかり出てきたことを、まあ学んだので、まあこんな、よくわかんないランス手に入れたけど。だからね、AP を見てほしい。AP をね、ちょっと頑張ってね、貯めた、ここまで。で、これで一体何をアンロックするのかというと、まあグラディオがね、最もまあこのパーティーの中では豪快な力を発揮してくれるわけだから、仲間コマンドの、これ、コマンド限界突破、グラディオーラス。これを解放すると、グラディオだけコマンドによるダメージが限界突破してくれるっていうやつなんで、これをアンロックします。999も使ってしまった。まあ、グラディオ基本的にドーンブレーカー発動したら、ダメージ9999余裕で入ってたので、まあ、カンストも余裕でいってダメージ増加させてくれるだろうということを願って、ここはさて、どんぐらいかかるかな。それともスチリフの森だけが本当にああいう3時間ぐらいかかるダンジョンだったのかもわからないし。まあね、こんなところにダンジョンがあるわけだよ。クラストゥルム水道。あんなに降ってたのに上がったな。急な天気だね。虹出てないかな。ここは前来た時はね、結構こってりモンスター多めだったんだけど、まあ、レベルは99だし、ただ推奨レベルは92だけど。ここまあ、ショートカットするためにね、いくつかはしごを下ろしたりもね、してる。まあ、汚い水道だけど。まあ、とりあえず、封印扉の前まで行こうか。ちょっとグラディオやってみて。お！無事に済んだ。ほぼ倍だ。18400って今出た。やばい、これは。大活躍してもらおう。ここ来たことあったっけな？ていうか、これ、汚水に飛び込もうとしてるけど。ああ、と思ったら浅かった。さあ、こっちだね。こんなとこに閉じ込めようと思うんかい。扉か。開けて腕試しといくか。もう前回は腕試しどころかもう地獄だったけどな。 無限ループナビの。ここはどんなもんか。グラディオはダメージ限界突破したけど、まあ AP を頑張って貯めれば、このイグニスとプロンプトもできるけど、まあ、とりあえずグラディオだけで。で、ノクトはダメージ限界突破技はないから、魔法に限る。おお、開いた。よし、行こう。で、まあ薬も前回大量に使わされたから補給したし。あー、で、これまた元の形状だ。スチリフの森だけちょっと異常な形状だったんだけどさ。おっと、デビュさあ、このランス、連続攻撃の最後に強い技を繰り出すという、まあスチリフの森ダンジョンで手に入れたランスだけど、よくはわからない。この辺ならまあ余裕だ。そうか。どうしたの？え？新しいレシピを思いついたぞ。こりゃ楽しみだうっな。そ。こんなところでレシピ思いつくとは。ちょっとね、AP 稼ぎのために魚釣りとかもやってたからね、その時も2品ぐらい新たなレシピをひらめいたはず。おっと、早々に分岐部屋か。
ここはそんなにじゃあ長く長いダンジョンではないな、きっと。まさか3時間もかかったりしないよな。スチリフの森だけが異常なだけか。オッケー。虫ダメだったよな。俺、うん、全然ダメだね。だよな、俺も。魔法なんだけどね。まあ前回たくさん使わされたからまたたくさん作ったんだけど、今回ね用意してる魔法はね、あれだ、質より量という感じで、あんまりそのズバ抜けた能力を持った魔法はないんだけど、個数がね結構ある。これとか30個あるからね、不発ってやつで時々発動しない魔法だけど、だから魔法は結構ね1個のマジックボトルでもたくさん使える。で、分岐は真正面選んでみよう。前回は分岐あったけど、外れ分岐が一瞬でわかるところだったし、デビル。さあ、お前らはイグニスの新しいレシピだ。一体誰を狙ってる？今だ。任せろ。容赦はしない。こいつは結構余裕。トンベリだけはもう出てこないでほしい。トンベリはマジでしんどいから。あ、ハズレっぽいなこれ。ハズレだけどやっぱりこいつはそんなに強くないな。連続攻撃で結構よろめくし。ここはハズレと。あ、正面ハズレたから左側行くか。なんで時々仲間が先一歩先を行ってるんだ。またこいつらだ。相手たちは料理じゃ。たくさん魔法もあるから魔法も使っちゃう。頼りにしてるぜ、軍師殿。あ、シルベ見かけたらじゃあ新しいレシピ作ってみるか。ここは当たりなのか。あ、ハズレっぽいな。ハズレだ。神々のアンクレット、神々のアンクレットってなんだ。体力が驚くほどアップする。驚くほどってのがよくわかんないんだけど。え、じゃあ今皇帝のアンクレット持たせてる、これよりもじゃあまだアップするってことか。そうだね、神々のアンクレット。じゃあとにかくプロンプトはもう体力マシマシコースだけど、今度はイグニスがへこたれてるしな。結局3分の1当たりなかったから、当たりは右だ。おお、なんかデビルばっかりだ。容赦はしない。よし、完璧。ここ本当に推奨レベル92なのか。スチリフの森の方がよっぽど難しいと思うんだけど、それともまだこれ序の口。おっと、でっかいヘビや。ファントムソード、あ、硬い。硬い、ファントムリンク。誰を狙ってる？ああ、ごめん。おお、囲まれてる。ファリー発動ならず。ファリー、グラディオが危ないか。よーし、グラディオが危ないだと。グラディオ
今ここでコマンド貯めて、よし行け、限界突破の力を2万。ハリー、うわなんか巻いた、あっとまずい、メガフェニックス、あ待って、メガフェニックスじゃなくてよかったな、もったいない。 OK、 やっぱり俺強えわ。喉元すぎればか。正直ギリギリだったよね。どんだけ図体がでかくてもまだトンベリーのが強い。どんだけトンベリー強いんだって話だけど。飯、さあグラディオ行け。お3万、全員無事だな。先行こうぜ。99,999という数字を見てみたいな。 FF13 確かね、あれ90、最高桁が999,999じゃなかったか。そう考えるとえげつないな、 FF13 ってあれ。おっとまた大蛇だ。こいつって何の属性効くんだろう。さすがに炎は効かないよな。ああ今一つだ。そうすると雷か。ちょっとエンハンスを頼む。あ氷か。エンハンスのおかげで弱点属性が分かるのがいいね。これで魔法を取り替えればいいし、ファントムソード使おう。フラッシュしてファントムリンク、おお強い強い強い。ああもうちょい残りはグラディオ行け。13,000。バンさんはもうデビルフルコースだな。でこれまた分岐部屋だ。この キラーワスプが無駄にすばしっこい上に体力が多いんだよな。コンダクターで吸収するか。危ない、遅い、はい終わり。さて第二分岐左行こう。さあ左は当たりか。お当たり、やっとついた。これはなんだ、神秘のサークレット。サークレットシリーズ誰か装備してたっけ。魔力アップか。とりあえず置いとこう。キャンプするか。体がベタベタで気持ち悪い。ほんと疲れた。で飯だけど、増えた料理がどれだ。これか、うまそう。えこれフカヒレだよね。見た目ほとんどフカヒレだけど、これなのか。さっきのあのデビルがこんな料理になってしまうのか。まあその他にこんなやつもあったりするんだけど、攻撃が必ずクリティカルヒットするってのもなかなかいい効果だとは思うんだけど、なんかこっちの方が良さそう。いやでもせっかくだしこっち食べるか。行こうぜ。あ、さてまさかね、シルベカート7つありますよとか言わないよな。さあ寝起きデビル
攻撃力が若干上がって体力の回復速度も上がってるのか。ぼんやりしてんなよ。誰が？カーリー。さあ叩け叩け。ミスリルジョイント、お分岐か、分岐だ、分岐部屋にシーデビルか。よし、ここは思いのほかさっくりいってるけど、決して油断はしないぞ。前回のあれがあるから。で、分岐は真正面を選択。シーデビル、ここはもうシーデビルの巣窟だな。おとなしくしてもらおう。抜けてみろ。ムラリオ行け。無事に済んだな。グラディオ2万はもう余裕だな。これ当たり分岐か。さっき右左と来てるから、単純で行くなら、あでも結構深いぞ。お当たりだ。そしてカエル、カエルがいる。カエルにはこれだ。ああファントムリンクが出てこないから、もう普通に攻撃するか。仲間がある程度近くにいないと効かないのか。でもいいか。容赦はしない。手加減は死ねよ。終わりか。大釜油で今リボンつけてんのはノクトとイグニスだけだから、最悪トードと戦闘になったらプロンプとグラディオはカエルになってしまう可能性が高いわけだ。シーデビル、受けてみろ。ノクトめっちゃダメージ受けてる。先に行こうぜ。メガポーション、さてまた分岐か。ここ分岐多めだな。まずはシーデビルを料理、料理された。エリクサー、あ待って掴まれてる。ファイヤー、ビークだ。容赦はしない。よし、いけるな。毎回固めてくれちゃえばすごいいいのに。右行くか。そういえばスチリフの森でノクト専用アクセサリーの MP 回復が早くなるっていうアクセサリー手に入れたんだけど、体験版のエピソード出すかの頃はノクト MP 消費して、そのジャンプだとかいろんなそういうなんだろう技があったんだけど、 MP を消費して発動するテンペストだとか、結局製品版ではそれなくなってしまって、時々グラディオとかがね行う技の一つになってしまったわけだ。まあ、だけどノクトも体験を持ってれば時々テンペストはやったりするんだけど、だから MP って本当にシフトとかガードするとき以外全く変ないんだよな。でこれハズレ武器だ。アウンの呼吸ってやつか。ってことはタロットカード、タロットカード拾った。精神が驚くほどアップする、何かと驚くほどアップする装備が手に入るな。左行くか。これで来てよ。受けてみろ。もう少し早めに終わらせたかったな。
まあそう言わずに、グラディオが結構いろんなアイテム取ってきてくれる。で、深いな、これ。当たり分岐か。当たり分岐だ。おお、でかい。なんか、こんな形のモンスター、カーテスの大空付近で見たことある。ファントムソード。でけえ。あ、でかいし、強い。あ、でも倒れた。グラディオ起きて、お前の攻撃はいる。貸しにしとくわ。借りは返す。さて、足元、おお。横回転。あー、また横回転。さて、助ける助ける。グラディオ一発かませ。あー、当たってない。いや、離れ離れて魔法。あ、炎が効くっぽいな。暗くてナイス投げにくいな。あ、転がる。待ってよ、メガポーションあった。かわして、あ、ガードできてない。もう一発ドーンブレーカーをやってほしい。いけ、16,000。イグニス、間に合ったや。さあ、もうちょいだ。ファイヤー、よし。後ろ足を狙うのがいいな。切って切って切って、終わりか。いけ、もうちょいだ。容赦はしない。 OK。うわ、顔がいい流れだった。妙にリアルというか、顎がちょっとずれてるというか。このモンスターさ、こんなとこにいたらもう出れないじゃん、絶対。こんなところからどうやって押し込めた。お、第二シルベ。よし、着いた。まあ、第二シルベ OK。 マイティーガードは前、うん、手に入れたことあったっけな。マイティーガードなんか持ってたと思うな、これ。ちょっと体力は減ってるけど、まあ大丈夫だろう。コントンだ。スチルフの森の序盤にいたな、こいつ。まあそのしばらく後にもう音沙汰なしになって、コンベリ祭りになったけど。これで決めよう。オッケー。どんぐらい深いかな、ここ。うわー、モルボル。これあれでしょ、あの名前忘れた、あの遺跡続くところにいたモルボルでしょ。ファントムソードでやっちゃえ。あ、プティオス遺跡だ。プティオス遺跡の道中にいたモルボルだ。でも余裕だ。うわー、汚い。ブルーダイヤ、え、ダイヤはいくつか持ってたけど、ブルーダイヤは今初めて見た。あ、ダイヤの上位版か。とりあえず OK。 お、カエル2匹。グラディオとプロンプトはカエルになる恐れがあり、こいつうまく後ろに
あ、舌がこんなに強い。ハイポジション。ここもグラディオの重い一発に期待するしかないな。あ、尻尾。あ、こいつも転がるの。行けグラディオ。あ、カンストしない。応戦しろ。はいよグラディオ。ん、あれちょっと、あ、一回休憩してる。あ、え、やってくんねえの。何それ、今腕伸ばしただけじゃん。ゴリラメハットムソード。一匹はオッケー、よし倒れた。まさかグラディオが言うことを聞いてくれないとは。さて魔法が切れたから、不発ファイがちょっと心配だけどこれでいこう。でまたカエル2匹だ。こいつら凍土攻撃はしてこないんだな、カエルだけど。やはりよし、ウィーク。終わりか。叩け叩け叩け。ウィークの時にねドンブレイクができるのが一番いいんだけど、ドンブレイカーだった。よし1匹は OK。 あ、ちょっと避けて。不発ファイガー、あれ待って、早速不発だぞこれ。インボクジ引いたかな。ちょっともう一回魔法。うっそ、2回連続で不発。これは俺もちょっと腕が上がったかな。悪くなかったぜ。もったいないことしたかも。モールボールだ、魔法発動しろ。3度はないと思う。もう3回外れるってことはもうこれ発動しないだろう。大変なものを作ってしまった。オッケー。さてダンジョンに入ってから45分経過してるけど、その言葉が聞きたかった。おっと、あ、ゴール臭い。マノクゾブ94レベル。こいつがボスか。よかった、3時間もかかんなくて。ほんとスチリフの森だけか、あんだけ時間がかかるのは。あ、期待はしないけど不発ファイヤー。はい不発。こいつダメだ、クビだ。別の魔法にしとこう。これ何、それともこれ元から不発ですよ、何回やっても当たりませんよっていう、そういう魔法だったりする。誰得魔法だけど。あて、グラディオが石に。そりゃ強いよな。回復薬は惜しまず使うけど。んじゃねえぞ。こっちの魔法だ。なんとか二連になった。カンストはしない。ウィークの時に使うのがいいな。体力はいまいち減ってない。マジか。
ファントムソード、ファントムソードで行くっけないな。ゲージを貯めないと。リボンを持ってない2人が敵化してるけど大丈夫。ファントムソード、おっと仲間ダウン。ファントムリンク、大丈夫、悪いな、ロンキとの体力が持ちそうもねえ。まずい。ラストエリクサー一発いこう。たくさんあるな。で、エンハンスを出してほしい。エグニス指示、ノクト氷か。よし、待てよ、氷ならなんかなかったか。あー限界突破ないな。ポイズンサンダガでいこう。あーサンダガじゃないや、グラディオが石になってしまった。このままで OK。 よし効いてる効いてる。いやグラディオ頼む、想定外の厳しい状況だ。行けグラディオ、やべえかもね。よろめくだけか。グラディオ、ほらイグニスどこ、間に合った、大丈夫、痛い。一応弱点の属性はもらってるけど。バイオと防御力低下か。あグラディオハリー、よし倒れた。グラディオ今こそ石化を解けてくれ。来た、一発かませ。18000。よしよし、残すところ一つだ。あとうまくいったな。これなんだ、俺生きてる、ギガース、今すっげー焼肉食べたい。ギガースバングルってなんだ。え、アダマンのさらに上でもないな、これ。アダマン以下だな、アダマン以下プラチナ以上だ。そうか、まあよしとしよう。脱出、よし、夕暮れだ。いやほんとね、スチリフの森並みに長くなくてよかった。ここ OK でしょ。じゃあ残すはどんなレベルなのかわかんないけど、この移行というところ、なんとかタワーってところの先にあるんだけど、このタワーがね元から難易度高いダンジョンだったから、あらあら待って、帝国兵いるし、で推奨レベル99でしょ。だからね、実は最後のダンジョン行くときにあることをちょっと行く前にいろいろしようと前々から考えていたから、次回はね準備編から始めよう、移行に向かう前に。それじゃあ水道攻略はこれにて完了で、今回はここまでで、はい、ご視聴ありがとうございました。